ご視聴ありがとうございます。静かなる防衛です。それでは今日は空母についてお話しします。まあ簡単にですけど、空母とはというところから始めます。出雲海舟が注目されて、今現在インド洋で合同任務についています。そこで出雲型空母、まあ護衛艦ですけど、出雲型はこんな感じですね。248メートル長さがあります。幅は38メートル。米軍海兵隊の持っているミニッツ級原子力空母は、全長は333メートル、幅は76、やはり大きいサイズが違いますね。で、原子力空母はカタパルトが4つあり、次々に戦闘機を発射できます。F-18 を1機行くと、その後すぐと、やはり原子力空母の方が有事の際は有効ですね。で、出雲の方は F35B になります。最低離陸距離は160メートル、168メートル必要になります。着艦は垂直着陸で着艦できますが、やはり時間はかかります。デメリットは時間がかかる。空母は時間がかからない。着艦もすぐに着艦できる、そんな空母です。で、フランスの原子力空母シャルル・ド・ゴールも同じ形ですが、長さは262メートルと、出雲よりちょっと長いぐらいで、カタパルト2つ、
ミニツ級空母と出雲のちょうど中間的な感じです。これだともうすぐ次々に任務を展開、着艦も早いです。フック原子力ミニツ級の一本版ですね、カタパルトが。でこんな感じで展開していきます。やはり今現在ステルス戦闘機が主流となっています。そのステルス戦闘機を艦載するために出雲の回収は必要になります。F35B 専用のワスプ強襲揚陸艦が今佐世保に展開していますが、ワスプと同じような運営をすると考えられます。ワスプ級揚陸艦は全長が268メートル、出雲が248メートルですから20メートル強違います。しかし F35B の最短離陸距離は168メートルになるので、その168メートルはクリアできています。果たして出雲に大きいジャンプ台をつけるのか、という点もありますが、多分この回収はないでしょう。ワスプ級みたいに先端を四角にするのか、出雲独特の形にするのか、そこが未だまあ不明確なところです。もともとオスプレイを積む空母として展開するはずでしたが、 F35B の登場によりワスプ級でも出雲級でも出雲型でも運用できることになりました。まあメリットは機動性に優れているということですね。原子力空母よりも展開が早いということです。回収後 F35B を
完済した。出雲を見れる日が待ち遠しいと考えています。今日もありがとうございました。